リオデジャネイロ五輪陸上競技8日目の8月19日は、日本が世界を驚かせた日になった。男子 4×100m リレー決勝で、100m 9秒台や 200m 19秒台の選手が一人もいない日本チームが、3走から4走の受け渡しでは、ジャマイカを抑えて先頭に立ち、最後はウサイン・ボルトに突き放されたものの、アメリカを抑えて、2位で銀メダルを獲得した、後にアメリカは失格。記録は、前日の予選で出したアジア記録を0秒08更新する37秒60。世界歴代国別最高記録で、ジャマイカとアメリカに次ぐ3位という、価値のあるものだった。その快挙の伏線は、前日の予選から張られていた。最初の第1組で、中国がアジア記録を更新する37秒82を出して、アメリカに次ぐ2位になり、世界選手権2位の実力を見せつけた。だが、第2組の日本は、その記録を意識することなく、ボルトを欠くジャマイカを抑えて1位になり、これまでの日本記録を0秒35を更新する37秒68を出して、すぐさまアジア記録を奪取した。日本陸連の伊藤浩二強化副委員長は、中国は予選でアジア記録を出した時に大喜びをしていたが、日本チームはその記録を塗り替えても冷静で平然としていた。そんな姿の違いに頼もしさを感じたという。伊藤氏が感じたように、選手たちの意識は高かった。山縣亮太はメダルを取るというのが目標でしたが、37秒60くらいを出さなければメダルには届かないと思っていたので、そのタイムを目標にしていましたと言い切る。個人の成績は、 100m 準決勝で10秒05の自己新を出した山縣以外は納得できない結果に終わっていた。桐生祥秀は自分の走りができずに予選落ちし、ケンブリッジアスカは準決勝で隣のジャスティン・ガトリン、アメリカの好スタートに圧倒されて力んでしまい、タイムを落としていた。そして、200m に出場した飯塚翔太は、うまく走ろうとしすぎてしまったと、予選落ちしていた。それでも、日本陸連の苅部俊二短距離部長は、山縣は自己ベストを出していたし、ケンブリッジも準決勝へ進んでいた。桐生も予選落ちとはいえ、走り自体はそんなに悪くなかったし、飯塚もスタートで出遅れるミスをしたが、悪い走りではなかった。みんな調子も悪いわけではないので、リレーは大丈夫だと思っていたという。心配された桐生も、予選の後には、100メートルでは、悔しい思いをしましたが、リレーは別物だから、それを引きずってはダメなので、今日は、役割を果たすために走ったと、しっかり気持ちを切り替えていた。それまでの日本記録は、07年世界選手権で出した、塚原忠隆と末続き慎吾、高平真紀氏、朝原信春の38秒03だった。昨年8月に行われた世界選手権の頃は、怪我人が続出の短距離だったが、今年に入って、桐生、山縣の日本柱と飯塚が復活した。さらに、各個人の走力も以前より確実に上がっていた。そんな状況を選手たち自身も承知しているだけに、それぞれの選手が、9秒台や19秒台を出さなければいけない記録だと意識するのと同じように、37秒台は、メダル獲得のためには、絶対に必要な記録と意識していた。だからこそ、予選で出したアジア記録も当然だった。目標は記録ではなくメダルだったからだ。08年北京五輪で、日本が銅メダルを取る姿を見て感動した彼らにとっては、それは、もう夢ではなく現実であり、自分たちも取れる、取らなくてはいけないものだと信じていた。そんな高い意識を持って臨んだ決勝でも、チームは、攻めの姿勢を持ち続けた。これまで安定した成績を残してこられた最大の強みであるアンダーハンドパスを今年の冬から改良し、50から60センチメートル離れた状態で受け渡しをして離得距離を求めるスタイルに変更していた。予選ではバトンの受け渡しが少し詰まってタイムをロスしていたため、決勝ではバトンを受ける側の選手が走り出すポイントを7から13センチメートル長くして、より加速した状態でのバトンパスを目指した。苅部部長が全選手中でもトップクラスのスタートダッシュをしてくれるので、一走としては世界一じゃないかと思うという山縣が、そのスタート能力を生かして他チームより先んじると、バトンを受けた飯塚も、各国のエースに若干追い詰められながらも、互角の走りをした。そして、飯塚さんは、絶対に追いついてバトンを渡してくれると信じて、思い切り走り出したという桐生が、外側のレーンを走る選手を2人ほど抜き去る走りをして、先頭の位置で、最後のケンブリッジにバトンを渡した。憧れのボルトより先にバトンを受けたケンブリッジはボルトにかわされるときにバトンを当てて
少しバランスを崩してしまったけど、正直今までで一番短く感じた 100m でした。後半では離されてしまったけど、ゴールしてからはやったーという感じで、今までで最高の瞬間でした。2位の確信はなかったけど、入ったかなという自信めいたものはありましたと振り返る。予選から決勝の間にもプレッシャーを感じることなく、メダルを取ろうと口にしていた4人。彼らがそんな自信を持ってたのは、桐生が信頼関係が構築されて、バトン練習でもミスったのは0回、その強みはありましたというバトン技術と仲間への強い信頼感だった。狩部部長は、総力を考えればトップの国は9秒台の選手ばかりで太刀打ちはできないですが、日本人には技術があってバトンパスワークは世界一だと思います。スピードが落ちないバトンパスは日本のお家芸のようになってきました。15年やっている日本のアンダーハンドパスが世界でも認められてきているのかなと思いますという。だが銀メダルを取った以上、これからの目標は金メダルになる。そのためにはバトンパスをさらに磨くとともに、個人の走力を上げていくことも絶対条件だ。4人は20年東京五輪へ向けて何が課題になるかという質問には、口を揃えて必要なのは個人の走力の向上。4年後までには全員が9秒台や19秒台を出した立場で臨みたいと話す。これまでの選手たちが続けてきた挑戦の積み重ねが土台になり、次の世代の選手たちの意識や走力を高いレベルへと押し上げてきた成果が今回の銀メダル獲得だった。だからこそ4人は次の東京五輪へ向けて、今度は自分たちがさらなる歴史を作る番だと意識する。リオの銀メダル獲得は4年後の東京五輪へ向けてのスタート地点にもなった。